やりますか、あの日の約束を果たすために。いやー危なかった、今日も寝ちまいそうだったよ、マジで寝てしまいそうだったんですが、しっかりと、まあ、この辺で何回か鳴らしまして、ごめん今覚えた、今練習全くしてないけど、下投げ空の練習一回もしたことないけど、なんか見たままできちゃったわ。まあ見とけよ、結果で黙らせてきた男はちげんだよな。やります、結果で黙らせます、今日も今日も結果で黙らせたいと思います。何それ、ちょっと何、ちょっと待って、ジャンプジャンプって使った今、下投げ空母、下投げ空母に向いてる相手と向いてない相手あるの分かんないかな。月光川一番向いてない相手、そんぐらい勉強してこい。まずこの秒もまあ大丈夫でしょ。なんでちょもうなんでこんなんでさ、もうちょっと運ゲー秒か、お前運ゲー秒やめろや。危ない、嘘マジで、なんでこんなんに負けんだ、なんなんマジで、もういいって、いやもうめんどくさ、マジでお前ほんまマジでめんどいな、お前はちょっと、いやないわマジで、もうこれで一生いっぱい、さっきと、さっきと合わせてマジでねえわ。ちょっとなんだその拳銃、聞いてないそれ、そんなベヨネッタじゃねえよな、コンボで倒すんじゃねえのベヨは。もうなんか任天堂が俺に喧嘩売ってるかもしんない。なぜならなんで格下とばっか当てんだろう、なんか俺の機嫌を取ろうとしてんのかな、俺の機嫌を取ろうとしてんだったらマジ不快なんだけど、格下と当てときゃこいつ喜ぶだろうみたいな。いやいや格上と戦闘力普通に上と当ててきてほしい、マジで。あん時の最適解、ほら、帰れたやん今、チビがチビだから空母当たんねえわ。ヒガちゃんの配信でもありません、これは正真正銘進次郎吉田の配信になっております。あぶねえ、ここで魔人剣の復帰が出た今、よかった。なんか変な感情抱いてたけど、よくよく考えてみたら俺が VIP いることは必然だって。だってこんなここまでさ、この列隊無双できるってさ、答え出てんじゃん。つまり別に 何も気負うことはないんだよ。ジャンプ残してるよ、残してるよ、もうだからそのスライディングマジずるいんだよ。だってオンラインだとそれガン有利じゃねえ。はい残してる、もうだからかわしてんのに、待って死な、なんで何がだからガードやってんやん。死んだ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 、なんでもうこれマジでずり、くだらねえベオ、くだらねえベオ、マジでくだらねえベオだ。運ゲーで勝ってるようなもんだわこれ。オンラインだとベオは正直クソ有利だからな。だってオンラインであのスライディングかわせるやついないじゃん。だってジャンプ残してる、残しとるや、残してたやん今、なんで嘘つくん。ああもうずる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 、もうだからそのボーリングやめろよマジで。クッチュに来た、クッチュに来た、クッチュに関してはもうほぼ初見みてえもんだからな、こんなの。ずる、ちょっと待って、ずるい、ジャンプ使ってない、ずるいそれ、知らん、聞いてないそんなの。はいはいはい、え、なんでジャンプがマジでない、え、ジャンプが消えた今、使ってないのに。いやいやだから今かわしてんだけど、オンラインさ、死ねえよこいつ、
なんでこげ重くしたん。ジュニアだぞまだ。死んだ、あ、死んだ死んだ死んだ、まずい。ああもう、クッチュニアほぼ初見なんだって。初見殺しすぎるわマジで全てが。